今回はですね、お待ちかねのあゆむさんたちからキチコチャラのダンスプラクティスビデオ出てまいりましたので、見ていきたいと思います。収録ボタンオフおいということで、一番最初は著作権の関係あるのとこちらに聞かせていただいて、見終わった後に速度を落としながら、実際にダンスの話をじっくりしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。それでは行ってみたいと思います。レッツラーゴーツ。びっくりした。音がバックオンでございました。おー、うん、最初は結構キューティクルな雰囲気ですよね。うん。おおちち。うま。さすがです、ゆうじんちゃん。おおおおおお。うん。いそちゃん、レイちゃん、あは、わあ、わあ、すごい。待って、結構びっくり。いやあ、やばいですね。なんだろう、ちょっとイメージがまた更新されました。アイブさんたちのダンス、揃いが結構えげつなくないですか。まとまり感とニュアンスの揃い方っていうんですかね。あの、一個一個細かい、あの、サビとかのその前の移動するタイミングとか、A メロ、B メロのところのこう顔向けるところとかもそう、こういうところともそうなんですけど、こういう首のアイソレーションの部分とか、なんか、一つ一つのクオリティが、ここら辺の足の着地するタイミングとか上げていくタイミングもそうですけども。パッションとか、素晴らしい。このレイちゃんのここはめちゃくちゃやっぱり印象に残りますよね。うん、面白い振り付けだし、かなりダンスがイケイケ系じゃないですか。そのイケイケつよつよ系なニュアンスが相まって、メンバーの方たちのそのパワーみたいなところが結構こうガシガシ前に出やすいのかなというふうにも思ったりとか。ただこういうところの、ユジンちゃん、いや、ガールちゃん素晴らしいですね。ガールちゃんが、まあ、最近 TikTok とか見てもそうですけども、すごいたくさんインストールして、どん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 バージョンアップしてる感じがあって、そのスピード感というか速度感がすごいなという。で、身長で言ったらガールちゃんってその、グループの中だと低い方に入るじゃないですか。ですけれども、やっぱりこう、ユジンちゃんの隣にいてもゴリゴリにパワーが強いというか、で、ウォニョンちゃんがこういう系のダンスを踊った時のかっこよさみたいな、マジかっていう、結構そのゴージャスに品欲じゃないですけども、切れ味だったりとか、だからこのちょっとこう全身でバウンスしていく感じとかもそうですし、この胸のロールでこうやって回っていくところとかもそうです、動いていくところもそうですけども、レイちゃん、レイちゃん、この口元とかもですよね。素晴らしい。このユジンちゃんの乗り方、表情素晴らしい。タタンタタンタカタカタッタ、レベルがめちゃくちゃ高い。だし空気感が素晴らしい。ここかっこいいです。このヘッドロール。見ました?ウォニョンちゃんのヘッドロール。この、いやー、リズちゃんがもう、リズちゃんのアクセントとりわけ強くないですか?パンチ力があるダンス、一個一個その振り付けの完成度の高さっていうんですかね、ニュアンスの出し方とかもそうですけれども、詰め方もそうですけど、すごい行き届いているパフォーマンスだなというふうにも思いましたし、見ていてこう高揚感っていうか、込み上げてくるパッションみたいなものがちゃんとこう伝わってくるところもそうですし、素晴らしいですね。ちょっと相当感動しています、今。めちゃくちゃかっこいいなというふうにシンプルに思いますし、とにかくこの力強さみたいなところがギャップになってるというか、普段の皆さんのあの雰囲気と。これはちょっと恐れ入りました。素晴らしいと思います。ちょっと皆様の感想もぜひぜひ聞かせていただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、スイッ